い、ということで本日ザ・ファイブ当日、今現地に向かってきます。はい、ちょっとね、初回なんで緊張してるんですけども。そうだね、初めての試みだから。そうだね、まあ、本当に来てくれてるねファンの方だったりとか、うん、あとはそのフットサル大会楽しみに来てくださってる方をね、うん、楽しませれるように。そうだね、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今45分、1時からね開会式なんですけど、今慌てて準備しております。はい、今日はね4チームまで、ね、ありがとうございますって感じです。ちょっとね、4チームなんでね、この中の1チームが賞金5万円を手にするってことでね、まだ MVP もあるからね、ちゃんとそこをね精査しながら決めてみんなで楽しんでいけたらなと思います。じゃあね、準備急ぎますか、カメラマン。はいはい、急ぎましょう。はい、受付今ケイトがやってくれてるから。はい、あの辺ね、ケイトがやってくれてるから。はいはい、ケイタさん忙しそうでした。あ、本当ですか。じゃあ今からなかった、ちょっともう景品出しちゃいます。はい、皆さんに見せてあげたいんでね。はい、よいしょ。どうですか、皆さん集まってきてますか。続々と集まってきてます。あ、ちょっとどうしたんですか、声なんか可愛くぶっちゃってうん、ちょっと言ってないと分かんないですね。まあ、今日は4チームの参加なんで20人前後なんですけど、それでも20人前後の皆さんに集まっていただけてるってことで大変嬉しく思っております。終わり雑、バカ雑じゃん。ザ・ファイブの応募待ってるよ本日は、僕らアミーゴが、主催する、ザ・ファイブという大会に来ていただいてありがとうございます。この大会は一応優勝賞金が5万円のフットサル大会で、今後、静岡市を拠点に全国でやっていこうかなっていう大会になってます。簡単に、ルール説明だったりとか注意事項みたいなところをお伝えして、すぐ試合に移っていければなと思いますので。どうですか、結構皆さん緊張まだされてると思うんで。俺らもしてるからね。してるんで、はい、なるべく、交流を図りつつ、はい、各チームごとの親睦とかも深めていければなと思います、はい、頑張りましょう。いやどうなるかな。では第1試合スタートさせていただきます。よーい、どうぞ増えじゃないんだ。すごい、すごいじゃん。うわーすごい、うまい、あー21、じゃあいける、じゃあいける、何秒、18秒、15秒、15秒、1-0、1-0で YZK ですね。ケタどうですか、3試合終わって。いや、かなり熱いんじゃないですか。レベル高いね。レベル高い、マジで。このどこがまだ総当たり2回あるの。そうなんだよね、今現時点だと YZK さんがちょっと強いね、うん、とてつもなく2勝そうだね、2勝してますね。じゃあ引き続き審判、はい、お願いします。厳しい笛で、はい、笛鳴ってないけどね笛温まってきました。笛温まってきました。ファールだね。大丈夫ですか。今のところの反省点とかありますか。反省点、僕が試合を見すぎて笛を忘れました。
試合見ちゃうね。いいプレーが多いんで。確かにね。ちょっとそこを反省点。あとは次からスピーカー持ってきてちょっと音楽ガンガンでかな。中野くんはどうですか。いやでも意外とラフプレーもなく、ラフプレー少なくて助かるよね。皆さん笑顔があり、うん、楽しんでもらえてるのではないかというちょっとね僕の感想です。はい、ありがとうございます。あと反省点としてはボールもう一球、この柵越えっていうのを予想してなくて、ね、もう一球欲しかったね。もう一球、二球やってもよかったね。そのアップで勝てるぐらいボール変えましょう。そうだね、まあ、俺らがねどんどん大きくなって大きく大きい大会を開く最初のストーリー、最初のね第一節はこんな感じって感じですね。そうだね、いいんじゃない。だからなんかポスターとかも貼りたいよね、もっとでっかくね、うん、おいおい、カジ長袖まだか。全然まだ無得点はまずいね。すごいフットサルでねなかなかないよね。ループシュートなると思った。フットサルループシュート打つ人はあんまりないけどね多分こんなゴールちっちゃいのに。ファール相手のファールじゃない、僕のファール。シミュレーションちょっとなんかシミュレーションっぽかったけど、いい取っといたらいい。すごい壁、じゃあ壁入れます。けど残り1分と聞いたのも、おーバチバチ残り2分半いやー、いい試合。これはめちゃめちゃレベル高いんじゃないですか。めちゃめちゃ熱かったよ、この試合。素晴らしい、両チームともね、良かったね。うん、そうだね、すごかったね。あとはまあ、検診だったりとかも、あの僕検診の方、ご用意させていただいてるので、じゃあもう渡しさせていただいて、あの僕らからのお知らせみたいな形で開始は始めていこうと思います。じゃあまず順位発表から行います、第4位、患者さんになります。第3位、カステロさん。第2位が、木目村さん。第1回ザ・ファイブ優勝チームは、
YZKFC さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。YZKFC さんには優勝賞金5万円を、お渡しさせていただきます。で、各チーム皆さん、僕らが普段 YouTube とかで使ってるこのフッカドルアさんっていうブランドさんがあるんですけど、そこから22,000円、1チーム2万円分ぐらい の, アパレルグッズだったりを各チームさんが用意させていただいてるので、そちらはお渡しさせていただきます。 T シャツが今のでちょっとチーム内で何てなってイズチーム、アイジェット K さん、お願いします。お先に景品で、お先に景品で、こちらはご飯と T シャツ、はい、はい、ありがとうございます。ここから切り抜くんで大丈夫です。ありがとうございます。で、最後に MVP の発表させていただきます。第1回 THE5 の MVP は YZK さんのハーランドさんで、あと優勝決定付けたゴール素晴らしかったってところで頑張ります。こちらもありがとうございます。じゃあ本当に、第1回 THE5 皆さんお集まりいただきありがとうございます。ちょっと僕ら一応静岡を拠点に静岡学園出身の3人組で YouTube 活動してはいるんですけど、まだまだ知名度だったりとかもない中、こういった形で大勢の方にお集まりいただいたことに本当に感謝してます。今後どんどんですね、静岡拠点に何回もこういった大会、あとは、トサルなんかも開催予定があったりするので、ぜひインスタだったりとか YouTube の方でアミーゴって調べていただくと出てくると思うので、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。で、本当に第1回ですね、皆さん怪我なく、なんかラフプレーだったりとかもなく楽しく開催できたことを本当にありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。写真だけ撮る、全チーム最後各チームごとと全体で今終わってみて、終わってみてですか、はい、まあ僕らの体感としてはすごい良かったかなと思いますね、うん、優勝チームだったりとか、まあ、景品だったりもプッカドルワさんからたくさん出たんで、結構皆さん笑顔になっていただいたかなってところ、うん、とあとはチーム数が今回4チームだったりところで増えた時に僕らの運営がどうなのかみたいなところは課題かなと思う、うん、まあ、反省点はね、いくつかあったんではないかという、うん、はい、まあ、会議して改善していければと思います、うん、そうだね。第1回としては怪我人もなくできたんで、うん、パーフェクトなんじゃないですか。はい、中野くんどうですか。いやー、なんか予想以上にやっぱレベル高くて、高かったね。はい、ザ・ファイブ日本一でレベル高い大会になっちゃうんじゃない。おおまあでも本当に第1回なのにこんなにね、うん、レベル高く怪我なく楽しく皆さんがやっていただいたんで、うん、また第2回第3回といい大会にしていければと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。以上です。はい。